100オシデンテアンデーは、タツノコプロ制作の日本のテレビアニメである。1990年2月1日から1991年2月12日に、かけ、テレビ、東京系列にて、全54話が放送された。江戸をモチーフとした都市、エドロポリスを舞台に、アニマロイドたちの活躍を描く作品である。登場するアニマロイドはいずれも等身が低く、デフォルメされたデザインで、 ストーリーも、ほぼ全編を通し、逆アクションを軸としたコメディ調に描かれている。往年のタイムボカンシリーズを彷彿とさせる1は、完結型で、予定調和のストーリーパターン、時代劇をイメージさせる、登場の決め台詞と必殺技、そして、ロボットアニメでは、定番の支援メカとの合体パワーアップ、巨大ロボット同士の戦いなど、ギャグアニメなど、 各ジャンルにおけるお決まりのパターンが多く詰め込まれていた。その一方で、ナレーターである堀内健優の顔写真が本編中に登場したり、主人公が最終回まで巨大ロボットに乗り込めないといった本作品独自の演出も多かった。家庭用ソフトに関しては、放送当時に VHS の販売が行われたが、途中で販売が打ち切られた。その後、 2012年8月に VHS 版未収録文を含む全話を収録した DVD ボックスが発売された。コミック版としては、コミックボンボン掲載のコミカライズとサイバーコミックス掲載でソ馬、マ、也によるテレビシリーズ以降を描いたものがある。欧米ではサバンエンターテイメントより1991年にサムライピッツァキャッツとして放送された。 幕府天覆を企む老中コーン守ルは、幻なり時率いるカラカラ一族と、密かに手を組み、様々なロボットでエドロポリスを混乱に陥れようと、する。コーン守ルは、町に度重なる混乱を引き起こし、町人の将軍に対する信頼を落とすことでその、野望を達成しようとしていた。そして、これに対抗するや、だろう、すかしい。 プルルンの三人からなる秘密忍者隊ニャンキーもまた、かねてから高音神の動きを察知していた、大目付ワンコを守るにより、密かに組織されたものであった。ニャンキーはピザや、ピザキャットの店員として働きつつ、エドロポリスの正義と平和を守るべく、奮闘する日々を送る。大目付ワンコを守るにより組織された、猫型アニマロイドの推し集団。普段は、 ピザキャットの従業員として働いている。基本的に太陽エネルギーで動いており、日陰や悪天候に弱い。普段はやったろうたち3人が先頭に出るが、必要に応じてお助けメンバーも出動する。ピザキャット日本橋本店をお助け、メンバー普段は隠し店で店長をしている。お助けメンバーが背中に装着しているアイテムを組み合わせることにより、水マシンガン。 神風ローターなどの合体忍法で攻撃することができる。カラス型アニマロイドによる忍者集団。猫型アニマロイドであるニャンキーとは長い宿敵同士。コーン守るはこのカラカラ一族とある事情で交流を持ち、一連卓殖な間柄となる。コーン、守るの野望を実現するために使われるメカ。番号がついているがその番号に一貫性はなく。 ボロで付けられていいるものが多い本作はセルビデオ販売はされているが、全話が VTR 化されることはなく、途中で VTR 化及びセルビデオ販売が打ち切られている。タツノコプロ創立50周年を記念して2012年8月8日に期間限定で DVD ボックスでの販売された。コミックボンボンではまだよしみによるコミカライズが連載されたが、 原作との相違が多く、オリジナルに近い作品。また、サイバーコミックスにおいて相馬、達也による漫画版が掲載された。バンダイより発売。ありがとうございます。